どうも、こんにちは。ウプ主の、月葉です。皆様、ごきげんよう。現場作業員の、あやめだもんね。さて、前回は、浮遊島拠点の上の方、農業エリアの制作を行いました。あとは、近くのドロップアイテムを指定したチェストに入れてくれるアイテム、魔法のほうき、で卵の自動収穫化をしたよね。今回は、少しだけ前回の続きで、農業に役立ちそうな呪文を作って、居住エリアをさらに整えていきます。あと、鉱産資源確保のために、ブランチマイニング場を浮遊島の下に作ろうと思います。今日はやることいっぱいだね。はい。なので、サクサクいきます。画面は早速呪文制作中です。試行果は、収穫。作物の収穫を行ってくれる効果です。呪文の形は、呪文を弾として打ち出す、射撃呪文。そして呪文の効果範囲を広げる、範囲呪文も入れています。あとは、非固形ブロック対象の補正と、範囲呪文の効果をさらに広げる補正を3つ。呪文の当たったところの周囲一帯の作物を一気に収穫する目的ですが、この呪文、かなり制作コストが大きいです。呪文制作に必要な供物を集めてきたけど、大気のエッセンスや火のエッセンスとか、TNT とかなんかいろいろ要求してくる。できた。この祭壇の場所は日光が当たらないから、空腹がやばい。急いでお日様の下に行って、早速呪文を試してみるよ。なんか、思っとったのと、違う。もう一回。これは、クソ呪文。まだ直線で収穫されてしまうだけなら、救いはありましたが、土ブロックを壊されるのはダメですね。しかも、呪文を一回打つためのマナコストが1500を超えています。重すぎます。なんというか、ものすごい疲労感。居住エリアの制作をして、癒されてください。何その資料制作の息抜きに、外回り営業してきます的なブラック感。なんやかんや言いつつ、ちゃんと作業してくれるのですね。だって、やらんと終わらんじゃん。いつも通りの、80倍速定点撮影作業動画ですが、撮影に入る前に少し作業を進めてしまいました。何をどうしようか、かなり迷走しながら作業ショータンよね。適当に、昔コメントでもらった生垣を作ってみたり、洋館の中に絨毯を敷いたり。でも、まあ、結局、洋館の外側を今回は作ろうと思って、撮影を始めてもらった感じかな。洋館の外側は、だだっ広い平面だと格好が悪いので、石筍をたくさん生やします。石筍って、鍾乳洞の床から生えとるあれだね。鍾乳石の逆バージョン。そうですね。今回はそれを、焼き石でちまちま生やしていってもらいます。シンプルだけど、楽しい作業だよ。それじゃ、この時間でコメント返しだね。毎回、ウポツ、お付き合いはじめ、たくさんのコメントをありがとうございます。最初のコメントは、私が読みましょう。常にポテチ頬張ってる魔女とかわらわら。別にいいじゃん。ポテチは主食だもん。日本人がお米食べとるのと一緒だよ。それは、どうでしょうか。このコメントのせいで、次シリーズ用の私の立ち絵が持っとるアイテムが、本からポテチに変わっちゃったんだからね。立ち絵といえば、立ち絵に関するコメントをくださってありがとうございます。この、オリキャラ二人の立ち絵、イコール、この動画の魅力、と思ってくださっている方もいらっしゃって、本当に嬉しいです。ただ、オリキャラをバーンと出すことによって、若干の初見売買感もあるかと思いますので、そのあたりのバランスは、これからも考えていけたらなぁと思います。次のコメントいくよ。垂れ下がってる土がいいね。農業エリアの下についている、鍾乳石をイメージしたあれですね。天井部分も平坦では寂しいので、そのうち今制作している石筍と同じように、天井いっぱいの鍾乳石を作る予定です。狭い空間だけど、洞窟感を出していこうと思っとるよ。それじゃ、次のコメント。植物みたいになるのね。私の自然神話のお話だね。その通りです。光合成や、ツタのぼり、風に舞うこの葉など、植物にちなんだ特殊技能がついています。次のコメント。製鉄所とかどう？製鉄所というと聞こえはいいですが、これ、アイアンゴーレムトラップですよね。
アイアンゴーレムトラップを作るとなると、結構広い空間と大掛かりな準備が必要になると思いますので、とりあえずは、保留にさせてください。アイアンゴーレムトラップより先に、普通のトラップタワーを作りたいよね。まあ、次シリーズの内容になると思うけどさ。コメント返しはここまでです。ありがとうございました。なんというか、ちょっと怖そうな雰囲気になっちゃったよ。魔術師の住む島なんてそんなものです。地面にはグロウストーンを埋めましたが、背の高い石順のてっぺん周辺はモブが湧く危険性がありますね。地上から見ると、石順っぽさあるかな。あと、今回はもう一作業。農業エリアの池用の穴を、液体エッセンスで満たそうと思います。聖地拠点のアイテム整理をしていたら、バケツが16個見つかったので、これを使ってバケツリレーです。聖地拠点やリスポーン拠点の液体エッセンスの泉をバケツに組んで、ここまで運ぶ単純作業だね。ちなみに、液体エッセンスはご覧の通り、無限水源を作ることができないので、この池を完成させるためには、すべての空間を液体エッセンスの水源で満たす必要があります。できたー。あとは、川と滝を作って、この液体エッセンスが下の居住エリアに注ぐようにします。コメントにも、同様のアイデアをくださった方がいましたね。やっぱり、滝はロマンですよね。液体エッセンスは、夜になると淡く光るので、照明代わりにもなります。島のところどころに、液体エッセンスを流して、明るさと美しさをプラスする予定です。液体エッセンスがあれば、いざという時の燃料にもなるしね。そんなこんなで、滝ができました。どちらかというと、できつつあります、の方がいい感じ、わら。この滝をさらに島の下の方に流していく予定だけど、居住エリアより下はまだできてないから、今はお預けだね。とりあえず、液体エッセンスの滝には、下のエリアに着手するまで、海に注いでいてもらいます。で、ここから、ブランチマイニング場整備です。せっかくなので、浮遊島の中心を風車型ブランチマイニングの中心にしたいと思います。まずは、ブランチマイニングを行うコードまで、2マス掘りをしていきましょう。溶岩落下対策だね。お目当ての地点は、渓谷でした。防具、水の防具じゃないから、水流に気をつけなきゃ。ここまで来られれば、あとはいつも通りですね。周りの安全確保して、ブランチマイニングの準備を進め、ました。狭い空間に魔法設備を突っ込んで、少しだけブランチマイニングもしてきたよ。昔動画で紹介した、ゲートウェイを作ったから、これで居住エリアと行き来できるかな。簡単に言っちゃえば、ワープ装置だよね。ちなみに、居住エリアの方にも、同じものを動画外で作ってあります。おーおーおー。帰ってこられた。軽く説明をしておくと、ゲートウェイは、エーテリウムを消費して、他のゲートウェイの場所にワープできます。どの門にワープするかは、今手に持っているキーストーンに入れたルーンで指定できます。紫のルーンを入れると、先ほどの居住エリアの門に飛ぶように事前に設定しておきました。自分で門にルーンを設定できるんだよね。その通りです。ただ、この移動はかなりのエーテリウムを消費します。こことブランチマイニング場の行き来では、約2万のエーテリウムを消費してしまうようですね。どこかで、移動に必要なエーテリウムは、距離の2乗と呼んだ気がするのですが、合っていますか？距離の2乗ってことは、途中に中継地点を設ければ、もう少し移動コストが抑えられるかも？そうなりますが、そのあたりの改善は、シリーズの合間作業でやってしまいましょう。次回は、居住エリアのことを少しやって、中途半端な状態で次シリーズの我々に放り投げる予定です。来月の中の人並みだめ。自称頭が良いつもりなので、なんとかやるでしょう。というわけで、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。